はい、まあちょいよくすると補正だけど、日時はですね、2022年、7月の今日は20日でございます。はい、今来ているところは東京都武蔵村山市に来ております。はい、長らくですね、営業していた、ビジネスホテル純和さんがですね、閉店、しました。はい、それでですね、純和さん、建物はですね、どうなったかと言いますと、解体工事に入りました。ビジネスホテル純和さん、解体工事に入りました。はい、区画整理にも引っかかっていたのかな。多摩モノレールのですね、区画整理にですね、おそらく引っかかっていたと思われます。はい、ビジネスホテル純和さん、今このようにですね、解体工事進んでおります。ビジネスホテル純和さん、解体工事進んでおります。建物解体工事進んでおります。あと 2,3 日もすればですね、建物、全部ね、取り壊すのではないかなと思われます。はい、家母がですね、今建物を壊している最中でございます。はい、またですね、新しい進捗具合がですね、分かりましたら随時ですね、動画にてアップしたいと思います。現場から以上でございます。待ちを寄せると、お世話いただきでございました。